プロットの78です。旧免許に星を書いてみようという、ジプソン12を、ちょっと使ってみます。まず半径1の球をプロットする方法で、クリエイトメッシュを使う方法もありますけども、これはまあ、ぐる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 と、一筆書きで作るという作戦であります。で、その上に星を書こうということで、五角形の形になるように位置を求めていって、書いていって、書くだけだと簡単ですけども、塗りつぶしてやるために、それを、まあ、だんだん拡大していったような形に、スタックしていきます。そうすると、まあ結局のところ、この辺の関数を作ってやって、球面上の5点。はい。で、この正五角形。で、球面上の円弧を使った星形。それらの塗りつぶしということで、星1個ができると。そしたら例によって、それを回転移動したり、なんかすることで、ドラゴンボールの残りの弾も作ることができるということであります。はい、以上です。